カヤオはペリューの首都リマ西部に位置する国内最大で主要な港町である。カヤオ特別区の中心地である。名称についてスペイン語での発音とは異なっており、カヤオ、カジャオと表記されることもある。この表記の揺れはスペイン語圏各国、各地域における LL 音の発音の際に起因する。リマと共にリマ都市圏を形成する。 国内人口の3分の1がここに居住している。カヤオは1537年に設立した。1535年にリマが設立したちょうど2年後であった。カヤオはすぐさまスペインの太平洋における主要な貿易港となった。名前の由来はわかっていないが、インディオの言葉かスペイン語に由来すると考えられている。1550年までに町は カヤオの名前で知られていた。副総特領の最盛期、ペルー、ボリビア、アルゼンチンで生産されたほとんどすべての製品が、ラバに乗せられアンデスを超えて、カヤオに運ばれた後、パナマに船で輸送され、地境を渡り、再び船でキューバを経由して、スペインに運ばれた。6地区。各地区の代表はアルカルデである。サン・ロレンツォ、エル・ファレントン、キャバンジズなど。 ファラオカリルセントラルアンディの2006年狂気 914mm から標準記 1435mm に変更。ありがとうございます。